本校伝統の学校行事、体育大会と青少祭が行われました。体育大会では、昨年までの制限が一切なくなり、競技プログラムもかつてのものに復活。運動が得意な生徒はもちろん、そうでない人も精一杯頑張って大会を盛り上げてくれました。時には、先生や保護者の皆さんも一緒になり、青少名物となるスポーツの祭典を満喫しました。また、本校の文化祭、青少祭も3年ぶりに調理模擬店が復活し、制限なしのプログラムで開催されました。途中、やや小雨に見舞われましたが、各クラスや団体それぞれのアイデア満載のアトラクションや体育館ステージなどイベントが盛りだくさん。校内のあちこちで、この日限定のコスプレイヤーたちが学校中を練り歩く、まさしくお祭り騒ぎの一日となりました。